パソコン通信を使って世界を旅しながら各地の様子を、発信し続けているというそのアメリカ人が今日本列島を旅しているという話題をご覧いただきましょう。キャンピングカーに改造したトラックで世界一周の旅を続けるロジャー・ウィリアムさん。去年1月にカリフォルニアを出発して以来、南米オーストラリアを回り、先月日本にやってきました。パソコン通信で旅の様子を世界に報告しているロジャーさんは、4月14日、震災で被害を受けた神戸を訪れました。被災地の様子をリポートするのが狙いです。I think this will give you an idea of the devastation this area has undergone. I feel uneasy about taking these photos, but I think schools need to be aware of what's actually happened here.撮った映像はすぐコンピューターに取り込みます。こうした映像をロジャーさんは世界450の小学校や高校に送ります。 Everywhere I've gone, both in Australia and the States, they all want to know about COVID. And I think this is a perfect opportunity for me to make them aware of what's happened.リポートを送るためロジャーさんは電話ボックスに向かいました。コンピューターネットワークを通してリポートは瞬時に世界を駆け巡り各地の学校に届くのです。またこの時子どもたちから送られてきたメッセージも受け取ることができます。かつて戦闘機パイロットとしてベトナム戦争で戦ったロジャーさんは長らく戦争の悲劇を忘れられずにいました。そして民間パイロットを退職したのをきっかけに少しでも子どもたちのためになればと退職金で世界一周の旅に出たのです。この日ロジャーさんは神戸市の高校を訪ねました。パソコン通信でロジャーさんの旅を知ったこの学校の先生が招待したのです。英語の授業に参加した後ロジャーさんは生徒たちにパソコン通信の素晴らしさを話しました。こうしてロジャーさんは旅先の学校を訪ねてはパソコン通信を体験させることにしているのです。早速生徒たちは神戸の様子や自分たちの今の生活を海の向こうの仲間たちに送ることにしました。メッセージは教室の電話線を借りロジャーさんの旅を見守る15カ国の学校に送られます。I want to try it here. You'll probably get an answer on Monday or next Tuesday. とてもいい経験になりました。緊張はしましたけど。英語で打つのはどうでした？ダメですね。Most important.Aspect of my trip is introducing students to each other. It's what this internet can do. Is these children start talking to each other now, they'll be talking to each other the rest of their lives on these things, and that is very important. Yeah. So you guys are international now. I'm going up north toward Nagoya today and find a place to stay for the evening and then work on my computer all evening and the weekend and go to Nagoya on the weekend. So, thank you very much. We'll see you. 名古屋を訪ねた後、ロジャーさんは北陸から東北を回り、6月まで日本に滞在します。